イバックスマネージメント学園。今回の学園は5人組ダンス&ボーカルグループ、ダイスのボーカル大野雄大部長率いるエイベックス釣り部。どうも釣り部部長、ダイスの大野雄大です。とあと今日もあの部員の皆さんがまた来てないんですかね。これあの3人ともちょっとスケジュールが合わなくて、ゴールデンウィーク明けた平日なのにですか、はい、なんかこれ本当に嫌われてるんじゃないかな、ちょっとそろそろちょっと思ってるんですけど絶対そんな忙しくないですよね。絶対来るって言ってた向山さんも、はい、今日ちょっとスケジュールがどうしても。たけちゃんちなみに 何してるんですか今日。撮影って言ってますね。撮影ですか、はい、グループで撮影って言ってます。グループで撮影、こんな朝早くからやりますちょっと電話して確かめてもいいですかね、はい。そうなんです、私もかも、コウタさんも向山さんも今回スケジュールの都合で欠席なんです。ということで今回のナレーションは釣り部部員 LOL モカが担当させていただきます。今日は一日撮影っていうことです。ちょっとじゃあちょっと聞こえるように、はい、タケちゃん、はい、タケちゃんですね、はい、もしもし、もしもし、おはよう。おはよう、どうした。タケちゃん今何やってるの？今？うん、今何やってるの？いや、今日あれ、ミュージックビデオの撮影、うん、ミュージックビデオの撮影？そう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 。本当に？うん。本当は釣りに行きたいんじゃないんじゃないの？なんか行きたくないから、そうやって言い訳してるんじゃないの？うん、いや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 、なんでなんでなんで？いや、やっぱ前回もやっぱ来れなくてナレーションしてもらったけどさ、うんうんうん、なんか日に当たりたくないのかなって違うよ、ちゃんとね、あのね、日焼け対策をして、うん、次のね、撮影行く準備万端よ。じゃあ、本当にミュージックビデオ撮影してるんだね、今日ね。そう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 。どの辺でしてるの？今日は、うん、都内で、うん、都内の某所とかいらないのはどこでやってるの都内のどの辺でやってんの？都内の一等地で、うん、一等地いっぱいあるけど分かった。じゃあもうなんかマネージャーさんが中に連絡して差し入れ持っていくから。マジで？うん。本当に？うん、だからちゃんと、もしミュージックビデオを本当は知ってなくて嘘ついてたとしても、仮に嘘でもいいからミュージックビデオ撮影しといてね分かった。どうしても向山さんが日焼けを嫌がってサボっているんじゃないかという疑念が拭えない雄大さん。どうやら釣りの後に差し入れを持って本当に撮影しているか確認するみたいです。雄大さん、私もかはリリーベだったんです。次回は必ず行きますからね。釣った魚を持っていきます、はい、そうですね。なんで何が何でも釣らないといけないなと思ってます。ただやっぱり一人寂しいですね。こう思いまして、はい、今日お呼びしている人がいるんですけど。お呼びしている、はい、さっきからここに見えてる方たちですか？見えて、若干見えてる方です、はいはい、見えてる方たちですか？じゃあ一応お呼びますね。あ、はい、お願いします。じゃあすいません、はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは、どうも。学園で困った時にはいつでもどこでも駆けつけます。学園の駆けつけ女王こと宮脇紫苑です。よろしくお願いします自分で言っちゃうっていうね。宮脇ちゃん駆けつけ女王だったんだね。いや、そうなんですよ。私はもうどこの部、うん、院にも所属せず、うんうん、どこでも駆けつけちゃうんです。写真部だとか。そうです。ちなみにですね、はい、私だけでは、私もちょっとね不安なので今回は後輩ちゃんたちを、うんうん、後輩ちゃんたち、はい、ちょっと連れてきました、はい、連れてきてる、はい、駆けつけ隊集合。はい、はい、ということで駆けつけ隊のあつきです。あつき君、はい、あつきです。そしてこちらがあかりです。あかりちゃん。そしてまさきです。お願いします。嬉しい、さっきから見えてた4人組が今やっとカメラの前に揃いました。はい、好きな場所、宮脇紫苑率いる駆けつけ隊ですよ、はい、これちょっと心強いですね。もう何よりやっぱり紫苑ちゃんの駆けつけ隊だけあって、やっぱ服装のこの統一性、そうですね、合わせしましたから、先輩みたいな、なぜ女性と男性で分けなかったのかっていうのはいろいろ問題がありますけど確かに、はい、そこはまあちょっと飲みましょう。ということで今回の釣り部は紫苑さん率いる駆けつけ隊の皆さんと一緒に活動。狙う魚は前回と同じくフグ。
のも雄大さんが一番好きなフグ釣りの楽しさを前回マンツーマンで伝えきれなかったので、もう一度教えながらみんなで楽しみたいという希望で今回もフグ釣りに挑戦。しかし全員欠席の事態に。雄大さん本当にすいません。動画を見て学んで楽しませてもらいます。釣りの経験を聞いていきたいなと、はい、地元が長崎なんですけど、長崎、はい、1回だけ海の上で釣りをしたことがあります。海の上で釣り多分大体そうだと思います。船に乗ってちょっと釣りして、ただ私捌くの得意なので。捌くのが得意、はい、もう多分 ABEX で一番私三枚おろし得意なんじゃないかなと。三枚おろし女王の肩書きももらおうとしてるんですか。そうだね、条件全部もらっちゃおうかなと思って。そこちょっと本当に潰したいと思います。続いて、はい、はい、僕は全くございません。あつき君は初、初釣りですね。でもその、うん、釣りはないんですけど、うん、このなんていうんだろう、学園、うん、にはあの歌舞伎のモノマネとして一度出させて、歌舞伎のモノマネとして歌舞伎のモノマネ、歌舞伎役者さんのモノマネをちょっと今ここでやらせてもらいます。あ、うん、大丈夫だよ。あ、いいです、やらせてください。僕の見せ場です、見せ場。見せ場だな、見せ場だな。ちょっとだけ。そんなこと言うと今日何回も振っちゃうよ。お願いします。じゃあちょっと、じゃあしおんちゃんの次に歌舞伎役者さんどうぞ。はい、よっ、よっ、ちょっと待って、ごめんなさい、ごめんなさい、こういうのね、よくないってね、メンバーの登録にも言われるのが、人の取っちゃうって。でも今日いっぱい、今日いっぱい今日振るからね。あ、お願いします。なんて、なんて呼んだらいいの。歌舞伎役者あつきでお願いします。じゃあ、あつき君って名前覚えないでいいの。あ、いいだろ、どうです。歌舞伎役者あつきでお願いします。長いね、はい、経営だね。お願いします。続いてあかりちゃん、釣り歴は。今日が初です。うん、初めてで。お、初初ってことかな、ね、じゃあ初です。頑張ります。まさき君。僕、広島県の尾道市っていうところ出身なんですけど、周りが海ばっかりなんで、はい、よくあの釣りはあの親とか、あ、うんうん、親父とかと、うん、あ、全然親と親父どっちもどっちも同じだからね。どっちも同じだからね。そう、あの友達とかとも行ったりして、うん、最近年末年始に地元帰った時に、うんうん、友達と釣り行きましたね。その時 何釣りに。タチウオ。あ、タチウオ。一個だけ聞いて、名前まさきだよね。まさきです。それ R っていうのは名字が R、うん、あ、全然逃げ聞きだ。そうです。皆さんの釣り歴もお聞きしたところで、船に乗り込み出航前に餌の付け方を雄大さんがレクチャー。 1,2,3 個関節残して、うん、あとの3つをそう、こうやって見ちゃう、この状態で餌を、うん、あ、なるほど、上の方に背中向きにしてもらって、お尻から背中に真ん中に抜けさせて、そしたらひっくり返す。抜けさせてひっくり返して1個2個2個目の関節のところに刺す。でグイーってやって、あとはこうやって刺すと、おー、きれい、まっすぐ。へえー、すげえ。餌の付け方も学んだところで、いざ出航。釣り方は雄大さん曰く、まずは船長さんに教えてもらった方が分かりやすいということで、4人で教えてもらうことに。魚がかかってもかんなくても 1,2,3 とこういう魚を呼んでくるの、これ動かして。今回の釣果はどうなるんですかね、楽しみです。一投目いきます。これだけたくさんいると絶対釣らないといけないというプレッシャーが絶対に釣るぞ。魚が来た時って結構ガッてなります。もうね、本当にちょんちょんの時もあるし、ガガガって時もあるし、なんかちょっとでも違和感感じたら一回合わせる。ああ、こうこう。なんか手の感覚よりさ、風がすごい来るからさ、感覚が分からなくなってくるね。
マジっすか。うわやべえ。すげえ。部長すごーい。すげえ。すごい。うわすごいな。でかいっすね。これはちっちゃい子だな。すごく順調です。雄大さんが早速釣り上げて順調なスタートを切った今回の釣り部。果たして全員釣ることができるのか。今後の釣り部は。やっべ。もちろん最後には向山さんのところへ。やっべ。マジで本当に来てくれた。しかもソリディーモの皆さんも釣り部に登場。沢木さん、号泣してますけど平気ですか？次回からの釣り部もお楽しみに。